エスタジオジョルナリスタとマリオフィールは、ブラジルのリオデジャネイロにある世界最大規模のサッカースタジアムである。日本ではマラカナンスタジアムなどとも呼ばれる。1950年ワールドカップの前にマラカナンスタジアムのオープニングゲーム。1950年に開催されたワールドカップブラジル大会の主会場で、この時優勝のかかったブラジル代表は、 ウルグアイ代表との試合で逆転負けを喫して優勝を一し、これはマラカナンの悲劇と呼ばれている。その後は地元リオデジャネイロのクラブ CR フラメンゴのホームスタジアムとして使用された。ジーコがこのスタジアムで開催された公式戦で333得点を挙げ、この記録は未だ破られていない。スタジアムの正面入り口には 歴代の名選手の写真が飾られており、ジーコの写真もある。以前は20万人もの収容人員を誇っていたが、1992年、ブラジル全国選手権決勝に発生した、スタンド落下事故を機に大幅に削減。現在は、全席一席で約8万人である。298-260メートルの楕円形。スタジアムの正面入り口の床には、二千年に、 マラカナンスタジアム50周年を記念して作られたカウサーダダファマと呼ばれる歴代ブラジル代表の名選手の足形が飾られている。かつてスタジアム内の両サイドのゴール裏には公衆電話が2台ずつ計4台設置されており、この公衆電話は国際電話にも対応、取材に来たメディア関係者向きに設置したがゴールを決めた選手が 家族や恋人にその場で報告するため使うようになったことで試合が中断してしまうため選手が試合中に使用することを禁止試合中に使うとイエローカードが出された携帯電話が普及したことでメディアにも使われなくなり2007年にリオデジャネイロでパンアメリカン競技大会を開催するために改修工事が行われた際に撤去された隣には体育館のマラカナンジーニョがあり バレーボールや格闘技などが行われる。2014年にブラジルで64年ぶりに開催された FIFA フフワールドカップの決勝戦も前回同様このスタジアムで同年7月13日に行われた。そのプレ大会である2013年サッカーコンフェデレーションズカップの会場としても利用されるため改装工事を行った。 2016年8月に開催された第31回夏き、オリンピックリオデジャネイロ大会の開会式、閉会式とサッカー競技も、エスタジオド・マラカナンで挙行された。なお、サッカー専用競技場がメインスタジアムに使われたのは、初の試みでもあった。2016年8月20日に、マラカナンでリオデジャネイロオリンピックの男子サッカーの決勝戦が開催され、 自国開催のブラジルと2年前のワールドカップでブラジルに対勝したドイツの決勝カードとなった。27分にネイマールがフリーキックを決めたが、59分にドイツのマックス・マイヤーが追いつき1から1の同点に追い込んだ。その後は両チームとも一進一退の攻防で死闘を繰り広げ、PK 戦にまでも連れ込み両チームともに4人目まで成功させたが、 5人目のドイツのニール・スペーター・ゼンが失敗、ブラジルの最後のキッカーであるネイマールが成功させ、ブラジルがオリンピックサッカーとして初の金メダルを獲得した。なお、この出来事はマラカナンの悲劇になぞらえ、マラカナンの歓喜とも呼ばれた。マラカナンはブラジルサッカーの聖地とも呼ばれているが、同時に鬼門でもあった。だが、この結果によりそれに終止符を打ったのだった。 2017年1月、競技場内部が荒廃している様子が報道された。これは、スタジアムの管理について、オリンピック組織委員会とリオデジャネイロ州、民間企業との間で争いがあり、事実上管理がなされていないためであり、報道された時点では、芝生が大部分枯れ上がっているほか、スタジアムの備品が多数盗難にあった。しかしその後は、 復旧が進み、リーグ戦やカップ戦で、現在も使用中。コパアメリカ2019の決勝戦でも使用された。2016年8月、リオデジャネイロオリンピックの開会式が開催された。夏のオリンピックの開会式が、陸上競技場以外で開催されるのは1900年の第2回パリオリンピック以来で116年ぶり2回目であった。このか、サッカー決勝及び、 閉会式が開催された。パラリンピックでも同じように開閉式の式典会場として使用された。エリオ・グレーシーを寝技で圧倒する木村雅彦1951年10月23日、日本からやってきた柔道史上最強を歌われる伝説の柔道家、木村雅彦がプロ柔道家として3人でブラジル遠征してきた。その一行に、 グレイシー柔術の祖であるエリオ・グレイシーが挑戦、一行の一人である、加藤幸雄が戦ったが一試合目は引き分け、二試合目で、エリオの締め技で失神負けという集大をさらしてしまい、ブラジル日系人たちの間で大問題になった。日系人が暴動を起こしそうな空気となったため、木村がエリオの挑戦を受け、カフェ・フィーリオ副大統領など、VIP 多数が感染する中戦った。結果、 木村が得意の嘘刈りで投げ、最後は腕冠みでエリオの肘関節を骨折させて勝った。世界の格闘技師の中でも最も大きな事件である。グレーシー一族はこの敗戦をマラカナンの屈辱と呼ぶ。当時はブラジル国内にプロサッカーリーグがまだなく、最も人気の高いプロスポーツ工業は格闘技だったので、ブラジル人、日系人、双方が熱狂した。 1980年と1983年にバレーボールのソ連戦が行われた。ありがとうございます。